トウキビとかいろいろ植えときましょう。少しずつでも。よし、しょいしょいと。サトウキビはこっちかな。あ、砂辺か。砂か、サトウキビは。で、もう一個こっちの、日が昇ったのが、こっちは東側か。東側も見ときましょう。こっち側も結構水辺なんですね、ずっと。水に囲まれてるな。あ、羊がいっぱいいる。結構似たような感じですね。東と西が水辺に囲まれてるのかな。あ、すごいな。なるほど。こんな感じなんですね。あ、すごいでかい木が生えてる。あ、雨降ってきちゃった。あ、サトウキビは取っておきましょう。あ、あそこにもでかキノコがある。結構生えてるもんなんですね。前やった時は全然なかったけどな、あんなの。でかキノコですよね、あれ。あー、でもちょっとだけ気候がやっぱ違いますね、こっち側は。大きめの湖がありますね。これ夜がいつかわかんないな。こっちはどうしようかな。まあいろいろと大まかな地形を把握しといた方がいいですもんね。ああ、また海だ。海に囲まれてますね、こっち側も。牛さんがいる。牛さん食べとこうかな。よし。なるほど。こっから先が海なんですね。あれ、かぼちゃじゃないかな。かぼちゃあるんだったら取っときたいな。なんかでかい木ですね。マングローブみたいな木なのかな、これは。あ、雨宿りができる。あ、かぼちゃがある、かぼちゃが。かぼちゃは？どれで取るんだ？よいしょ。あー、こんな感じなんですね、こっち側。牛さんが多いですね、ここら辺。戻りますか。なるほど。東西を海っていうか、囲まれて半島みたいな場所にいるのかな、もしかして。北の方行ってみますか、次。まだ北行く時間あるかな。まだ昼間ですよね、きっと。ちょっと北を見てみましょう。前ちょっと見たんだっけかな。牛さんがここにもいる。ああ、これなんか牧場使えそうですね、ここら辺。北側へちょっと移動しましょう。半島みたいになってるっぽいですね。こっちも水辺がある。あ、そうでもないか、ここはもう。ちょっと水を越えて。
豚さんがいますね。ちょっと一匹ちょっとずつもらってきましょう。あ、ここにもいっぱいいる。あ、こっち側意外と広く陸地が続いてますね。やっぱ左右を囲まれてるのか。なるほど。あ、広いな。あ、っていうか夕方だな、もうそろそろ。そろそろ帰りますか。あー、こっち側は相当広いですね。なるほど。細長い大陸なのかな、ここは。とまだ全然わかんないですけど、夜になってきたんで帰りましょう。やばい。あ、やばいですね。いっぱいいる。わー、爆発した。逃げよう。夜になっちゃった。あれ？この辺りじゃなかったっけかな。あー、見えた見えた。怖い怖い。完全に夜ですね。ここは牧場にしようかな。あ、敵がいる。あ、いった。よし。あ、やばい。スケルトンがいる。やばい。早く帰らないと。あ、もうほっとこう。危ない。おー、危なかったー。ギリギリセーフですね。やっぱうまいことこの左右の水辺を生かして港町ですね。で、北の方は牧場にしましょう。北のすぐの場所を柵で囲って。そうすれば、ある程度安定して、食料が取れそうですけどね。よし、朝ですね。ちょっと、畑の様子を見る前に。あおいいか。爆発しちゃいましたね。ちょっとクリーパー怖いな。家の周りが。畑の様子を見に行きましょうか。ちょっと遠いな、畑まで。この後ろがな、おー、ちょこっと生えてますね。これなんか明かりをやっていけば、もうちょっと早く成長したんでしたっけ。種が大量に手に入ったんで、とりあえず種を植えましょう。よいしょ。これで、確か3つぐらい揃えば、あ、もうない。パンができたはずなんですよね。で、こっち側には、サトウキビも植えて、とりあえず食料確保ですよね。あ、水辺沿いの砂じゃないといけないんだ。よし、あ、また1個できてる、いつの間にか。これって、ちょっと実験で。あれ？豚さんは来ないんだっけ？せめて左右対称にはしときたいですよね。もう一マス分ずつ増やしときますか。
よいしょ。ガラスはどうしようもないんでしたっけ、ね、まあとりあえずはこんぐらいの大きさで。で、石の階段でちょっと土台を見た目がでかくなりました。まだまだしょぼいですね、家が。明かりをつけておきましょう、こうやって。ちょっとだけ家っぽくなってきたかな。よし。まあ徐々に大きくしていけばいいですよね。うん、なんとなくだんだん家になってきましたね。もうちょっとでかくてもいいよな。まあ、小屋ですね、家というよりか、ここはまだ。